チキショウめ、一体どうなっちまったんだここは。釣りから帰ったらドンパチやってやがる。俺様に断りもなく戦争をパチめやがって、誰かここに来て説明しやがれってんだ。おおめえ、ちょうどいいとこに来たな。これは一体。枝が口に刺さった魚、こいつが釣ってきたのか。この小枝に巻きつけられた紙は、なるほど、あの日本人は運がいい。蛇は標的をこの私に変えたか。それもよかろう。このメッセージはもともと私が読むべきものかもしれない。クリスティをここから助けるまでは。よっ、バカな、どこから。この私が後ろから撃たれるだと。だ、誰がこんな。私は、はい、ここでですか。旦那様、せめてハンカチを頭の下に。髪の毛に砂がついてしまいます。はい、このハンカチをお使いください。
そんなことありません。私、毛繕いは得意です。メガネをかけた大きな猫さんです。私もお話ししたいことがあります。大時計を止めてしまった夜のことです。私、不安でした。こんなこと生まれて初めてで、いたずらな妖精に夢を見せられているのでしょうか。朝のお祈りのたびに神様に問いかけていました。旦那様が私の名前を呼んで、旦那様が私に笑顔を向けてくれる。私、少しだけ意地悪な素振りで、でもまるで子供のように甘えながら温かい信頼を与えてくれる。でも嬉しかったです。感謝の思いで心が満ちるほどに。だけど妖精の見せる夢はいつか必ず覚めるもの。 ディアナというのか。ハーディ教から聞いたお前の育ち、処女神アルテミスの物語をなぞらえたかのようだな。契約通りオリオンを殺すサソリは送られたぞ。あのソードという男、毒サソリにふさわしい働きをするかどうか。仮に満足のいく結果を出せたなら、奴をこの屋敷の警護に加えるのもよかろう。しかしお前は口数の少ない娘だな。育ちを考えれば無理もないが、その佇まい、まるで東洋の精巧な人形のようだ。なかなか気に入ったぞ。高貴な血と下等な血の混合か。魔女の名を持つ娘にふさわしい。この屋敷にはもう一人、私の探してきた魔女がいる。本来お前はその魔女の術のために選ばれた者の一人だが、それとは別に私のそばで働くことを許そう。私は人間が自分のそばにいることを好まない。なぜなら時としてそれが人の形をした血と臓物の塊に見えてしまうからだ。だがディアナ、お前なら私はそんな幻を見ずに済みそうだ。Thank you.
止めてくれ。この運命の流れを断ち切ってくれ。こんなことを繰り返してはいけない。時の幻を消し去り、彼女に安らぎを与えてくれ。この私が全ての罪を負う。頼む、誰でもいい。なぜこのようなことをしたのか。声が聞こえたのです。声？時の幻を消し、彼女に安らぎをと。残留思念か、あるいは計り知れぬ隠された法則がある。おかげで私は忘れかけていた言葉を思い出しました。不思議です。しかしあなたには罰を与えねばなりません。よろしいですね。私は自分の夢の続きを見るために触れてはならないものを壊してしまいました。旦那様はこの島を出るおつもりですね。私は行けません。私は報酬としてこの島へ来たのです。人を殺すための報酬として。私はここで罪を償わなくてはなりません。そのためにこの体が朽ち果てても。殊勝な心がけだ。中身はただの空洞と思っていたが、今のお前は血と臓物の塊に見える。あの魔女の術は確かになかなかの代物だったようだ。お前が時の幻を止めさえしなければな。大旦那様、罰は全て私が受けます。ですから旦那様だけはこのまま島を出ることをお見逃しください。泣かせてくれるね。そうはいかねえな。ここから先は俺の仕事だ。あんたはここから逃げようとした。それがどういうことか分かる。
最初の取り決め通り荷物になってお帰り願おうか。やめてください。私が。それ仕事だ。だよ、せっかくこれまで同じ屋敷に住んでた中で少しは潤いのある死に方の手つけさせてやるぞ。おめえタランティーノ知ってるか。ヤツの映画に聖書を朗読するシーンがある。俺はあのシーンがお気に入りなんだ。あの冷たいセリフがたまんねえよ。お前もあんな風に死ぬ。エゼキエル書7章、主の怒りの日。今や私はお前に向かって憤りを注ぐ。お前に対して我が怒りを注ぎ尽くす。私はお前の行いに従って裁き、忌まわしい全ての怒りをお前に。私は慈しみの目を注がず憐れみをかける。お前の行いに応じて私は報い、お前の忌まわしいことはお前の中で、お前たちは知るように。私がお前たちを打つ主である。死ね。何？が？てめえ。自分の手を打ち抜くとはな。いい気になるなよ。そんなおもちゃじゃ人は殺せないぞ。が、うるせえ。殺す。殺してやる。この野郎。殺す。くらっ。ほっ。仕事をしくじった者は生きているより死んだ方がいい。その小型拳銃は2発しか撃てないはず。違うかね？ドクター、私はこう見えても少々手強いよ。今死んだこの男より100倍以上は人を撃ってきたからね。こういう場面では
決して相手を許してはいけない。それが長生きの秘訣だよ。覚えておきたまえと言いたいところだが、その教訓はもう役に立てられないかの。心苦しいが、これでおしまいだ。いえ、まだです。え？旦那様、申し訳ありません。猟銃を捨てください。貴様！今朝のドクターの様子がずっと気になってたんです。それで屋敷を探し歩いている時にソードさんに会って、受信機を渡されて、この電波を発しているところにドクターがいると。死にました。誰かに撃たれたようで、お会いした時もうすでに虫の息でした。クリス、その銃を捨てろ。お前は私のメイドだぞ。いえ、違います。何が違う？私の主人は私が選びます。小賢しいことを。テオ・パドリーノ、猟銃を捨てなさい。これでしばらく妨害はないはずです。今のうちにお逃げください。私はまだやることがあります。引かないでください。あなたが選んだのは私ではありません。この偽りの楽園から逃げ出せばいい。違いますか？いえ、行くのはあなただけです。私は全てを聞いてしまったのです。彼は、ソードさんが死の間際にこの島で何が起こっていたか、私の家族に何があったか。許せない。この人たちが、この人たちさえいなければ、私たちはこんな生き方をしなくても済んだのに。一人残らず消してしまいたい。どうして？何よ。どうしていつまでも撃たないんですか？私なら何も言わずに撃ちます。ドクター。
あなたが羨ましい。ディアナを連れて早く行きなさい。でないと今度こそ本当に撃ちます。あなたの受ける罰は決して自ら罪をあがなうことができないという罰でも、その罰はあなただけのものじゃない。私もそして誰もが背負っているものだから、あなたはどこに行ってもいい。あなたの居場所はここじゃない。すぐそばにいる人がその場所を作ってくれる。だから行きなさい。旦那様。はい、夢から覚めたくて。私、自分がどこにもいないような気がしてた。小さな頃からずっと、いつでもどこにいても
みんなが私をすり抜けて、私は夢の中にいる時だけ自分の形を知ることができました。その場所にだけ。確かに私があったんです。だから目覚めるのが怖かった。夢から覚めたら私は消えてしまうんじゃないかって。だけど今はあなたがいる。眩しい朝が訪れても消えてなくならないあなたが。私ここにいますか？私この体の中にあるのですか？嬉しいです。あなたはいつも私の中の私に話しかけてくれました。だから勇気を出します。夢から覚めてもこの戒めの服を脱ぎ捨てても私が消えてなくならないって。どうか教えてください。
なんだか急に静かになりましたね。そうですね。この国が好きです。あなたと母の生まれた国だもの。ここであなたと生きます。いつまでもずっと。